皆さんこんにちは、小川誠です。今日の英単語はアレンジ、何々の準備をするという単語なんですけれども、まあ、アレンジってもう日本でもね、日本語でもよく使うんで、もう皆さん聞き慣れてるとは思うんですけれども、一応、今日も例文を一つ作りましたので聞いてください。 I arranged a farewell party for Julie。 Julie のお別れ会の準備をしましたと、まあ、簡単な例文なんですけれども、そうですね、今日は、まあ、アレンジについて覚え方というか、割とこれも皆さんね簡単に覚えられると思うので、今日は、まあ、私がアレンジしたパーティーの思い出話もちょっとしようかなと思うんですけれども、まあ、私あんまりサプライズとかを人にしてあげたりとかあんまりしないんですけれども、今年のね、まあバレンタイン頃ですか、私の同期の仲のいい高橋愛ちゃんが結婚しましたということで、いやーちょっとこれぐらいの時はちょっと私もさすがにサプライズしてあげようかなと思って、まあ、大好きな愛ちゃんを誘ってですね、普通に食事に行く手にしておいて、まあ、お店の人にはいろいろとちょっとサプライズのケーキのお祝いのプレートを作ってほしいんだっていうのは事前からお願いしていて、で、まあ、見事サプライズパーティー成功したんですけども、それも一つの、まあ、アレンジということで、ちょっと今日はそのお話をしたんですけども、いかがだったでしょうか。ということでね、今日は、今日の英単語はアレンジ、何々の準備をするでした。はい、次回は何の英単語でしょうか。楽しみにしていてくださいね。じゃあねー。チャンネル登録お忘れなく。